おはようございます。とうこママです。朝5時、外はまだ真っ暗。冬の朝は本当に冷え込みます。今日はお弁当作りから夕飯の支度まで、一日どんな食事を作って食べているのか記録してみました。ぜひ最後まで楽しんでご覧ください。我が家には食べ盛りの5人の子供がいます。本当によく食べるので、1日2回合計6合のお米を炊きます。3合のお米を研いだら、お水は同量の3カップ、浸水時間は30分以上あるといいです。昨日の夜、昆布を水につけておきました。今日の朝ごはんは一番だしのお味噌汁にしましょう。私が大好きな梅干し、種なしのつぶれ梅を 1.6 キロ分購入しました。最近は物価高で梅干しも高級品です。ですがこちらは B 級品の梅干しなので、1袋送料込みで約1300円、いつも購入しています。こちらは楽天ルームに載せています。元祖塩味と甘みがあって子供でも食べやすい蜂蜜味。今日はこのつぶれ梅を使った簡単なレシピをいくつか紹介します。まずはきゅうりの梅カツオ。きゅうりは子供も食べやすい小さめの一口サイズに、塩もみをして水分を出します。15分ほど置いてからよく絞ります。1日1粒で医者知らずと言われる梅干し、胃腸の調子を整え、疲労回復にも効果的、子どもの成長に必要なカルシウムの吸収も良くするとか、日本の誇れるスーパーフードですね。きゅうり、梅、かつお節を合わせてよく揉みます。冷蔵庫に置いて味が馴染んだら食べ頃です。今日のお弁当は子供たちが大好きな三色丼を作ります。ほうれん草の茎の部分から茹でていきます。葉の部分を入れて30秒ほど湯がいたらザルにあげます。よく絞った後に醤油洗いをします。醤油洗いをすることで余分な水気が抜けて下味もつくので、和え物がぐっと美味しくなります。簡単に味が決まるめんつゆ、そして鰹節も合わせます。お弁当用なので少し濃いめに味付けをしておきます。
台所は昆布だしのいい香り。弱火で煮ていいだしが取れました。沸騰直前に取り上げます。かつお節を加えて置いておきます。次は炒り卵。卵は全部で5個。塩、みりん、酒を加えます。よく熱したフライパンで混ぜながら炒めます。次は甘辛いそぼろを作ります。みじん切りの生姜を先に炒めて香りを出します。ひき肉を加えます。砂糖、みりん、酒、醤油で味付け。こちらもお弁当用に少し濃いめにしておきます。三色丼の具が揃いました。かつお節の出汁が取れたのでキッチンペーパーを敷いてこします。シンプルな味噌汁も一番出汁で作ればごちそうです。 おはよう。早いね。子供たちが大好きなちくわの天ぷらを作ります。お弁当に入れやすいように半分にカット。朝一番のさゆ。今日は梅干しを入れたさゆにします。天ぷら粉に冷水を加えて混ぜます。ちくわは焦げやすいのでさっと揚げていきます。外がカリカリのちくわの天ぷら。とっても簡単で子どもたちも大好きなのでよくお弁当に入れています。1,2,3,4
朝ごはん用にもう一品塩鮭を焼きます。このアラジントースターでパンを焼くより魚をよく焼いている気がします。味噌汁の具は冷蔵庫にある半端の野菜で、野菜嫌いな子供でも食べやすいように薄く細く切っていきます。お弁当と朝食の準備ができました。もうこんな時間、急いで身支度を整えてきます。味噌汁の野菜に火が通ったので、自家製の味噌を加えます。薄切りの高野豆腐も入れましょう。4枚焼き用のアラジントースターには魚を焼けるグリルパンがついています。これのおかげで魚を焼く頻度が増えました。バタバタな朝でもほったらかしで OK、 安心して調理ができます。子どもたちのお弁当箱は藍沢工房のステンレスのもの。衛生的で割れることもなく長く使えるのでとても気に入っています。まずはそぼろ、次にいり卵、間にほうれん草の和え物、力
くわの天ぷらと、きゅうりの梅カツを詰めます。今日三食だ。そうだよ、三食だ。お着替えしてきて。まあもうさ、時間だからさ、着替えてご飯、ご飯入れてちょうだい。やっとお弁当が詰め終わりました。さあ家を出る時間が迫っています。いや、ご飯食べれる人からご飯食べて。やだ、もう時間だよ。ご飯持ってって。あ、あ、え、ご飯だよ。いつまでもマイペースな子供たち。時間通りに家を出るのは一苦労です。ご飯だよ。あ、ご飯少なかった。ご飯少なかった。山盛りだね。じゃあこっち座って。朝早く起きてお弁当を作るのは本当に大変。でも空っぽのお弁当箱が帰ってくるのは本当に嬉しいですね。子供が小さい時しか味わえない貴重な喜びです。それで上がってから、なんか一ミリも出ないだ。食べる？もういらないように。食べない。ほら、そろそろさ、もう行くからさ、食べちゃって。まんまんね、ちょっとしかないんだ。ね、これも入れといて、水筒。分かって。あと、みーちゃんの水筒は？あともう一つ。はい、わかりました、ね、あれ、水筒出した？今日何？三つ編みでいい？編み込みするよ、編み込み、かわいいの。はい、わかった。さあ、子供たちを送りに行ってきます。いよいよ冬本番。今年は家族でスキーに行くことを計画しています。子供たちにはいろんな体験をしてほしいと思っています。子供を5人連れてスキーは大変そうですが、子供が多いからできないと決めつけず、何でもやってみることが大切ですよね。スキーウェアは100センチサイズから
140センチサイズで5着揃えました。着回せるように男女兼用のものを選びました。ゴーグルも靴下も手袋も人数分、なかなか大変です。子供たちが帰ってきたらスキーウェアのサイズ確認をしようと思います。子供たちが帰ってくる前に簡単なおやつを作っておきます。みかんジュースを使ったゼリーです。みかんの産地愛媛県で作られているポンジュース、昔から変わらないこのデザイン、とってもいいですよね。材料は3つ。好きなジュース、粉ゼラチン、そしてお湯。50度から60度のお湯を加えます。お湯の温度が高すぎるとゼラチンが固まりにくくなるので気をつけてください。しっかり溶けたことを確認してみかんジュースを加えます。最後にもう一度よく混ぜ合わせます。本当に簡単なレシピなので子どもたちでも作れそうです。食欲旺盛な子どもたち、スナック菓子もよく食べますが、なるべく手作りしてシンプルな食材のおやつを食べさせてあげたいものです。毎日は手が回りませんが、できる日はこうやって簡単なおやつを作っています。冷蔵庫で数時間冷やせば完成です。子どもたちが帰ってくる前に晩ご飯の支度を進めておきます。まずはささみの梅あえを作ります。ささみの筋はフォークを使って取ります。塩で下味をつけて、酒を少し、電子レンジ600ワットで約2分半加熱します。きゅうりは半分に切ってから斜めに薄切りにします。こちらも塩もみをして水が出るまで置いておきます。もう一品はわかめとじゃこの酢の物。今日はちょっと酸っぱいメニューが多めです。いつもは乾燥わかめを使うことが多いですが、今日は塩蔵わかめを使います。塩と一緒に保存してあるわかめなので、しっかりと塩抜きをします。和え物、酢の物に大活躍のきゅうりです。わかめはよく味噌汁に入れますが、酢の物にするとコリコリとした食感が楽しめます。
きゅうりの水分を絞ります。砂糖、酢、醤油、三杯酢を作ります。酸っぱいのが苦手な方は酢を少なめにするといいです。私は酸っぱいのが大好きなので酢をたっぷり入れています。きゅうりとわかめ、最後にじゃこをあえればカルシウムもミネラルもたっぷりとれる酢の物の完成です。タコやちくわ、なめこなどを入れても美味しいです。献立のもう一品に迷った時は酢の物をよく作っています。さて、そろそろお迎えの時間、それではお迎えに行ってきます。そうだ、今日あれだ、お母さんゼリー作ったのよ、食べたい人。さあ、晩ご飯作り再開です。ささみときゅうりの梅和えを仕上げましょう。加熱して冷ましておいたささみを手でほぐします。これはあのサラダ、きゅうりとささみの梅サラダ。きゅうりを絞って合わせます。味付けは梅干しとポン酢。かつお節を加えてうまみアップ。やみつきになるささみの梅あえ完成です。新しい調理道具が増えました。オクソーのサラダスピナー。今まではザルで頑張って水切りをしていましたが、サラダスピナーを使うと水切りが早いです。大きいサイズなのでたくさんのサラダが一度に作れそうです。これをカチッとしたら外れて、これでこうか、こうだ、まずいんだ。そうそう、これサラダのさ水分を切って、
止めたいときはこのボタンをピッ、止まった。すごいね。またこれから美味しいサラダがいっぱい食べれる。これで水で大丈夫だから、これでできるの。そうそう。おいしい。止まった。ほら、これサラダ入れて、ほらやってみようよ。水を切るためだけの機械。贅沢なサラダのためのボールですよ。冷蔵庫にあったフリルレタスと水菜をサラダにします。シャキッとするまで水につけておきます。今日さ、サバさ、塩焼きか味噌煮か竜田揚げ、何がいい？竜田揚げ。竜田揚げ、やっぱり。じゃあまずは子供たちが食べやすいように骨取りをします。骨取らないといけないんだよな。でもこれ一本一本やるの、一本一本やると大変だから、この内側の骨と包丁を骨に沿わせてお腹の骨を取ります。二枚おろしになっていたので背骨も取っておくと食べやすいです。骨を取り除くのは本当に大変。竜田揚げのリクエストをもらいましたが、今から準備すると子どもたちがご飯まで待っていられなくなりそうです。竜田揚げって言ったんだけど、お母さんめんどくさくなっちゃったから、もう塩焼きでいい。これ塩焼きだったら、ほら塩振って焼くだけだよ。よし、塩焼きに変化。ねえ、あんな竜田揚げ、竜田揚げさ、食べるのにこっちがめんどくさい。竜田揚げこそほら骨取らないとバクって食べちゃうからさ、この長骨をさ、ちっちゃいのでさ取ってかないで。あー、やっぱめんどくさい。いや、あー、ダメだ、もう母ちゃんできないもん。俺もう絶対めんどくさいことはできないもん。俺やります。あー、どうやんの？これここに骨あるんでしょ？引っ張って。いけないな。硬いんだよ。ちょっと肉まで取らないでよ、それ。どこ？あら。サバの塩焼きにメニュー変更です。小さい骨は食べながら取ることにします。サバに塩を振ります。魚の重さの 1% の塩を振るとちょうどいいです。このあと15分から30分置いてから魚を焼こうと思います。さて、サラダスピナーの出番です。もういいんじゃない？もう随分さ、ほら切れてると思うんだけど。あ、そういうことね。あ、回る仕組み分かった？うん、分かった。しっかりと水切りのできたサラダはシャキシャキ。しばらく置いたので魚から水分が出てきました。キッチンペーパーで軽く水気を拭き取ります。皮目に焼き色がつくまで10分から15分ほどトースターで焼きます。最後は豚バラの野菜炒めを作ります。野菜はニラとピーマン、そしてもやしです。ニンニクを潰します。豚バラを食べやすくカットしたら塩コショウで下味。
肉に片栗粉をまぶします。合わせ調味料は鶏ガラスープ、醤油、酒。弱火でニンニクを炒めて香りを出します。豚バラ肉は脂が多いですが、野菜炒めとの相性はバッチリ。肉の脂のおかげで野菜が美味しくなっている気がします。肉が炒まったらピーマン、次にもやし、火の通りにくい野菜から炒めます。野菜炒めは強火で短時間で作ると野菜がシャキッと美味しくなります。ニラを最後に入れて合わせ調味料を加えます。シャキシャキ野菜が美味しい野菜炒めの完成です。ずいぶんちょっとさ、いっぱい使ってお絵かきしてんじゃない？こうやって書くの。お手紙書いてくれてんの？ありがとう。ねえ、いっぱい使いすぎ。ちょっと使いすぎだな、これ。ママにいっぱいお手紙も書きたかったみたいよ。はい。ありがとう。ささみときゅうりの梅あえも盛り付けます。酢の物も味がなじみました。サバの塩焼き、もう少しこんがり焼き色をつけても良さそうですが、お腹も空いてきたのでこのぐらいでいいでしょう。料理が揃いました。さあみんなで晩ご飯にしましょう。サバさ、サバの塩焼き一個ずつ取ってって。もうほとんど骨取ってるよ。骨気をつけて食べてね。塩焼きもいいでしょ。うん、お母さんは塩焼きがいいよ。さっさ揚げも美味しいけどさ。よっしゃー。あー、美味しい。お母さん、お疲れ様。今日も一日よく頑張りました。あー、ビールが美味しい。あ、そうね、皆様お疲れ様。あとはね、大体取った。大きい骨は取ったら。いいよ、ふちゃんいいよ。ママ読んでる。何？これ何？取ったよ。骨だな。あ、骨、骨。大丈夫じゃない？あとちょこちょこ食べていいな。最後までご視聴ありがとうございました。
ひらり家の一日の食卓はいかがでしたでしょうか。皆様からの温かいコメント、いつも励みになっております。ではまた次の動画でお会いしましょう。